高浜町では、町の魅力を全国に発信する町のアンバサダー登録制度を設置しています。この4人目の認定に、兵庫県在住の伊海智樹医師が選ばれ、このほど認定式が行われました。伊海智樹医師は、福井大学医学部教授で2008年から和田診療所の医師などとして 住民主体の医療づくりに取り組んできました2015年からは高浜町健康のまちづくりプロデューサーとしても活躍しています高浜町では北陸新幹線鶴ヶ開業を控え町のアンバサダー登録制度を今年5月から設置していますこれまでに町にゆかりのある人や町を応援する 県外の3人が認定されています。高浜町役場で行われた認定式では、野瀬町長から医会医師に認定証が送られました。はい、ありがとうございます。頑張ります。町では、今年度中に10人程度を認定し、講演会や SNS などを通じて情報発信します。 これまでも、あのーまあ、町と、えー、町の外をつないで、あのー、町の外の力がこう高浜町の中にもいい影響があるようにと思って、まあ、健康分野からいろいろとこう発信させてもらってたんですけれども、まああのー、このアンバサダーの認定を機にますます、あのー、僕も楽しい町だっていうことが伝わるように、あのー、そういう発信をしていきたいなと思います。